皆さんこんにちは。一般ユーザーのカオルです。今回25万キロを達成いたしまして、ですがですね、ついにあの音が来てしまったんですね。一応オドメーターの確認で25万キロと、なってます。今回仕事で東北にちょっと行ってきたんですけど、その途中で25万キロということで、区切りだなと思って、今回ちょっと YouTube にしたいなと思ってまして、2泊3日でちょっと仕事で行ってきたんですけど、だいたい東北に行くと1000キロから1500キロぐらい走ります。で、今回は結構下道を使いました。で、トータルの燃費は 17.5 なので、2.4 のハイブリッドとしては、結構優秀じゃないかなと思います。ゆっくり走ると20キロ近くで行くんですよ。市街地も多かったんですけどね。で、そのイオンなんですけど、ブーンとかですね、ゴーゴゴゴとか、あまり多分一般の方は経験ないと思うんですけど、まさにヘリコプターみたいな音が、します。これ何かというと、実はハブベアリングって言って、タイヤのこう付け根についてて、タイヤをくるくる回す、ベアリングなんですね。それの摩耗です。最初はかすかな音がするんですけど、だんだん距離を走るとともに、音が、大きくなってきます。もう車屋さん曰く、ヘリコプターみたいな音がしたらもうアウトだよと。バラバラバラとかですね、ブーンとか、結構ね、大きくなってくるんですよ。で、僕の場合は特にね、右コーナーになると音が大きくなって、高速、そうですね、80キロから90キロぐらい、耐えられないぐらいの、音がですね、今はしてます。今回あえてちょっと音を入れてるんですけど、多分ね、風切り音とか、タイヤの音とかしてるので分かりにくいかなとは、思います。今回左右交換ということで、修理に出し予定です。また結果の方は、次回、ちょっとご報告したいと、思います。今回短いですけど、ありがとうございました。